かずみさん、お邪魔します。邪魔するんやったら帰ってや。また来たんかい。いやいや、待ってたで。待ってたで。いらっしゃい。はい、さて今日はですね、大阪弁リクエストもありましたので、大阪弁でかずみさんにお願いしました。で、今回は普通の日常会話っていうのかな、本当に私が来てこうどんな会話をするかっていうところで、大阪弁で、はい、うん、言ってもらいたいと思います。元気だった？元気やった？今年の夏は暑かったね。今年の夏は暑かったな。暑かったな。田舎のおばあちゃんみたいだな。今何してた？今何しとったん？何しとったん？今何しとったん？もうお昼ご飯食べた？もうお昼ご飯食べた？食べたん？食べたん？もう食べたん？駅でマック食べてきたんだ。駅でマクド食べてきたん？マクド。マクドやで。マック。マック。なんやそれ。それはコンピューターや。ああ、マックだ。うん、そうなの、大阪の人ってマックド、うん、マクド。マクド食べた。いくらだったかな。なんぼやったかな。なんぼやったかな、うん。トイレ使っていい？うわ、トイレな。トイレ？便所？便所。そうそう、もし大阪弁でトイレ使っていいわ、便所。でもね、まあ最近はトイレって言うけど、便所使って。便所使って、うん、ほんで、トイレ貸してなって言うやん。うんうんうん。で、ええよ、返してなって。返す、トイレを貸したら、そう、返さなきゃいけないの。使ってええけど返してなって。使ってええけど返してな。え、返せない場合は。いやいやいや、まあ別にいいんだけど。100万円って、はい、100万円っていう、あの、返せないでも。100円のお釣りを、はい、100万円って言って返すのと同じ。そう、大阪の人ってお釣りは100円でも何でも100万円って言うよね。そうそう、はい、30万円って30円でも30万円って言う。そうか、じゃあ便所だったね。まああんまり今は言わないかもしれんけど、うんうん、トイレなんて言ってる、トイレ使っていい、使っていいけど返してや、返してや。ごめん、大阪弁。ごめんは。堪忍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 。トイレの紙なくなっちゃった。便所の紙なくなった。便所の紙なくなった。便所の紙のうなった。のうなった。か、そうやんな。うん、のうなった。便所紙ないでええやん。便所神ないで。なんか下品。まあ今日はあの、うん、カジュアル、はい、大阪ダイアレクトだから。カジュアル、ちょっと昔。うん、昔でもないか。なくなった。神あらへんで。神あらへんで。神のうなったで。のうなったで。じゃあ新しいのたくさん買ってくるわ。この新しいの行さん買うてくるわ。行さん。たくさんは行さん、うん、で、買うてくる、うん、買ってくることやね、買うてくる、買うてくる、うん、行さん買うてくる。酒、お酒好きだからね。お酒のおつまみ、つまみも買ってくるね、うん、酒のあても買うてくるわ、あて買うてくるわ、あて、あてっていうのが、つまみのこと、うん、つまみをあて、何でも、うん、酒のつまみにいるな、イカとか塩辛とか、うん、そうそうそう、いやもうご飯をあてにしようかって、おかずをあてにして、ほんならお酒飲むか、おかずをつまみにしてっていうのがあてにしてっていうのね、これ大阪弁のね、知らなかったね。普通と思ってた。では大阪弁で感情を表す言葉です。いくよ。なんかじゃあ、ともこが髪の毛切ってとか、びっくりした。わあ
うわびっくりした。うわびっくりした。わびっくりした。そんなことはありえない。ありえへんないわ。ありえへんないわ。なんか信じられないようなことを聞いた。本当に？え、ほんまに？え、ほんまに？めちゃくちゃ腹が立つ。腹立つわ腹立つわ。ひどい。アホか、ええ加減にせよ。アホか、ええ加減にせよ。そんなことやったらダメ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 。あかんあかんあかんで、あかんあかんあかんで。違う違う、ちゃうちゃう。え、あの犬ちゃう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 で、あの犬ちゃうちゃうちゃうねん。ちゃうちゃう、あの犬ちゃうちゃうちゃうねん。ちゃうちゃうちゃうで。早口言葉ね。ちゃうちゃうちゃうで、ちゃうちゃうという犬の、これいつも大阪の人が言うやつね。え、というふうにやっぱり大阪弁っていうのはね、こうイントネーションアクセント、うん、違うし、言葉もねだいぶ違う。そうやね、ね、ちゃうちゃう、うん、言葉がちゃうダメ、ちゃうな、ちゃうな、無理やりな、私があると無理やりっぽいよね、自然な大阪弁でね。そうで、そのかずみさんなんだけど、毎回ね、来るたびにいろんなことを始めてて、今度はパーソナルトレーナー的なこと、パーソナルエクササイズかな、エクササイズをやるという、前はボクササイズやったりとか、ビクラムヨガやったりとか、だけど、エクササイズだと、今まで、私ヨガをやったり、ボクシングやったり、いろんなことを学んだり、ウォーキングもそうだし、コンテストに出たり、やってきたことを、私の中にたまった知識や、体の使い方の情報や、トレーニングのやり方なんかをこれからはちょっと人にも伝えていきたいなと思いまして、なるほどね、個人レッスンみたいな感じで、もうそれは老若男女、子供から男女問わず、シニアまで、健康にね、楽しく、で、持ってる機能もそ、人がもともと持ってる機能をちゃんと失わずに、質の高い生活をしていくためのエクササイズ、そんなにじゃ激しいエクササイズというよりは、ストレッチをしたりとか、その歩き方とかも、もっと体幹を大事にする、体幹を大事にするようにね、なんか日々の生活の中でやっぱりドヨーンとなってしまうよりは、胸張って口角上げて笑顔で楽しく生きていけたらいいなという、これから、パーソナルでね、個人的にレッスンがありますので、もしご希望の方は、リンクをね、下に貼っておきます。ありがとうございます。では、見てくれてありがとうございます。